それではただいまから記者会見を行います。早速ではございますが、県内での新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、知事からご報告させていただきます。それでは私から本県の感染状況等についてご報告いたしたいと思います。昨日12日の国内の新規感染者数は2日連続で過去最多となる1万8889人が確認され、全国20の府県で最多となるなど、新型コロナウイルスの感染が急拡大しており、非常な勢いとなっております。本県の感染者の状況につきましては、8月10日に65人の感染者となって以降、連日60人台で推移しており、昨日も過去2番目に多い66人となり、直近1週間の累積新規感染者数は364人に上っております。さらに医療の逼迫具合を示す確保病床使用率につきましても 50.9%、 国のステージ4の目安の 50% を超えており、非常に厳しい状況に置かれております。県といたしましては、週初めの9日月曜日から対策期を最高警戒レベルの緊急事態対策期に移行させ、県民の皆様に日中を含めた不要不急の外出移動の自粛や、外出の必要がある場合でも極力一人で、またはご家族、あるいは普段行動を共にしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けた行動を取ることなどを強くお願いいたしますとともに、県内外、特に県外からの人の流れを抑制するための対策を講じております。県としましては、これまでも検査医療提供体制の充実に取り組んできて、おりまして、確保病床につきましては8月の6日に病床確保計画のフェーズ3として最大確保病床234床まで即効病床数の引き上げを要請したところでありまして、各医療機関においてご準備いただいたところであります。これに加えまして、関係医療機関に対して確保病床の拡充について個別にお願いをしているところでありますけれども、一層の病床確保について今後文書等で要請依頼を行いたいと考えています。宿泊療養施設については現在2棟212室で運用しておりますが、待機者が増加していることを踏まえ、増設に向けた検討を私から指示したところであります。また県内感染状況が悪化する中、高松市内の感染者の割合が非常に高かったことから、今月7日から20日までの間、高松市内の飲食店に対し営業時間の短縮要請を行い、現在その実施状況の巡回を実施しておりますが、夜間の巡回だけではなく、昼間の時間帯においても県民の皆様に安心して飲食店を利用していただけるよう、高松市を中心に実施しております県内飲食店への感染防止対策の徹底等の呼びかけにつきましては、お盆の期間中は県内観光地や集客施設周辺のうどん屋さんをはじめとする飲食店などにも対象を拡大し、さらに多くの店舗に呼びかけを行うことといたします。感染拡大防止に向けた県民の皆様への呼びかけにつきまして、これまでもさまざまな機会を通じて広く呼びかけを行い、協力をお願いしてきたところでございますけれども、人流が増加するお盆を迎えるにあたって、今一度感染防止対策の徹底について県民の皆さんお一人お一人に考えていただきたいという思いから、今回高松シンボルタワー管理協議会のご協力を得て、本日13日から15日までの3日間高松シンボルタワーのライトアップ、レッドライトアップを実施いたします。県民の皆様には不要不急の外出移動の自粛をお願いしておりますが、ぜひ報道各社の皆様にも取り上げていただき、県民の皆様に報道を通じてこのタワーのレッドライトアップをご覧いただいて、感染が急拡大している状況を踏まえ、お盆夏休みの過ごし方について今一度お考えいただきたいと、
そのような機会にしていただきたいと思っております。連日のまた繰り返しのお願いになりますけれども、お盆を迎えるこの時期のお一人お一人の行動が非常に大切になってきております。このこちらのパネルに重ねて再三再四となりますが、強くお願いしたいことを記載しております。日中も含めた不要不急の外出移動は自粛を、外出する必要がある場合混雑した時間場所を避けて、旅行帰省イベント参加等は行かない呼ばない延期の選択を、いずれにしましても現在の感染急拡大を何としても食い止めまして、通常の医療に大きな影響が生じることがないようにするためにも、引き続き県民の皆様、事業者の皆様のご協力をよろしくお願いする次第であります。なお、この趣旨の同様の要請につきまして、本日夕方の県庁庁内放送で私から県職員に向けて伝えたいと伝える予定であります。私からは以上です。それではただいまの知事からの報告につきまして、記者の皆さんからご質問をお受けしたいと思います。ご発言の際には所属名とお名前をおっしゃってからご質問をお願いいたします。では幹事社からお願いをいたします。NHK の竹内と申します。よろしくお願いいたします。まず先ほど の報告にもありました、確保病床の拡充について個別にお願いしているというところなんですけども、これは県内のどれくらいの医療機関に対して今呼びか要請というか依頼を今日中からですかね、行う予定ですか。まあ、今日からというか、もうすでに依頼をここにしているところもあると思いますけども、現時点ではどれだけの医療機関かというのはちょっと手元に今ございませんけども、まあ、できる限り広く対応可能なところにお願いしたいと思っております。また宿泊療養施設の増設に向けた検討というところは、新たにもう一棟の確保に向けて今検討を行っている、それともまた二棟三棟どれくらいの規模を考えているのか。直ちにですね、新しいホテルの確保というのはなかなか困難なところもありますけれども、ここにいろいろとこれまでもお話ししてきたようなところにまたお願いできるかどうか。ただしこの場合もホテルの、まあ、いわゆる建物が確保できてもですね、療養体制、人の出の方がですね、重要で、ありますので、そちらの方も目処をつけていかなければいけない、まあ、そういった状況であります。今の宿泊療養の方に関連してですが、現状自宅、入院等などの調整中という人も多い中でですね、宿泊施設というの対応というのは、まあ、軽症無症状の方がかなり多い中で、まあ、この先まだこの先満杯になる恐れがあるという、そういった認識でしょうか。この宿泊療養もですね、まあ、ホテル療養という言い方をしますとですね、割と、まあ、そんなに困難が伴わないように思われるかもしれませんけれども、これを、まあ、そもそも入れ替えるといいますか、退院ではなくて退所された後ですね、この通常72時間空けた後で清掃しておりまして、その間は入所できません。どうしてもこのブランクというかアイドル期間ができてしまいます。対象者が多くなり、また未清掃の部屋が増えた場合、臨時清掃も行うなどして入所可能な部屋を確保しておりますけれども、今申し上げましたように72時間置くということから、すべてのこの200何室についてですね、満杯になっているという状態にはこれはほとんどならないわけであります。また患者さんの入所対象について患者同士が接触しないよう、また患者とスタッフが接触しないような時間調整を行っております。現在2棟で入所を調整することで効率的に施設を活用するよう努め、
双方合わせて1日約20人受け入れを行う体制としております。まあ、ただ保健所の搬送調整等もありますので、毎日20人入所しているということでは必ずしもありません。まあ、3棟目のになるような新しい療養者の施設の確保については、地域的なバランス、また施設間の連携、施設に携わるスタッフ、あるいは症状悪化時の搬送先、医療機関の提供、医療機関の確保なども必要であり、そうした点を踏まえて検討を進めたいと考えております。またですね、この状態、感染のピークアウトが見えない中で、この高止まりの状況がこの先もですね、続くとした場合は、やはり、軽症や無症状の人、この全般をですね、自宅療養という扱いに対応を変更することも、選択肢としてはあり得るのかなとも思いますが、そういった対応の変更に向けての準備や検討というのは、今のところありますでしょうか。ご指摘はですね、国の方針がそういう方針ということで、伝えられたところからのお尋ねかと思いますけれども、私どもとしてはですね、基本的にはその、従来の方針で、臨む、すなわち自宅療養を基本とするようなことは考えておりませんで、これまで同様、中等症以上は原則として入院、軽症無症状は原則宿泊療養、必要に応じて自宅療養という取り扱いを継続したいと思います。しかし、ご指摘のように感染者の急増に伴いまして、調整中の方が増加しており、自宅療養が可能な方については、実はそのご本人のご都合もありますけれども、自宅療養をお願いすることになると考えておりまして、いずれにせよ自宅療養または待機中で、ということで自宅にいらっしゃる方が体調不良となった場合に、必要な治療が遅滞なく提供できるよう、いわゆるパルスオキシメーターの貸し出しや保健所による体調の聞き取りなどについて、適切に対応してまいりたいと考えています。ございます。それでは幹事社以外からご質問をお受けしたいと思います。ご質問ございましたら挙手をお願いいたします。どうぞ。四国新聞です。よろしくお願いいたします。冒頭でご発言がありましたけれど、病床使用率の関係でですね、昨日からまた数値が悪化して、今日のその発表分で、ステージ4 50.9 に上昇したと。まずはその、知事ずっとその病床の使用率の悪化等にもご発言していただいていたんですが、ステージ4に入ったということに関しての、受け止めというのをお願いできますか。はい、数字がですね、ご指摘のように 50% を超えたわけで、ありますが、このことは今後さらに現在のペースが続いていけば、医療提供体制に大きな影響が出ることが危惧される状況になっていると、なったと理解しております。現在、先ほど申し上げたように即応病床数を234床引き上げておりまして、これまで、各医療機関にこれまでも協力要請し、徐々にこの234床というところまで上積みしてきたところでありますけれども、他方このさらに上積みをお願いはしておりますけれども お願いはしていきますが、一般医療、救急医療への影響を考えますと、この簡単にですね、増加させていく大幅な増加というものを見込むこともですね、これは一般医療の方、救急医療の方への影響を考えなければいけないと思っております。重症中等症の患者さん、あるいは重症化リスクの高い患者さんに必要とされる医療を確実に提供していくためには、確保されているこれらの病床を効率的に運用していくことが求められるわけでありまして、そのためには確保病床に入院中の方の中で、
コロナ感染症による症状が軽快した、軽くなった方や、コロナ感染症以外の要因による過量治療の必要な方を受け入れる病床を確保して、速やかな転院が図られるよう県内の病院への協力を依頼しているところであります。病床使用率が悪化するのと合わせて、指標でいうと入院率のですね、数字なんかも、ステージ4が昨日の時点で 27% だったので、近づいているのかなと思うんですが、それはもう先ほど の自宅療養とかとも関連する話ではあるんですけれど、その辺についてはいかがですか。入院率はですね、この病床使用率と、いわばブラハラなところがありましてですね、療養者数が増えて、そして、いわゆる調整中の人が増えていくとですね、どうしてもこの数字、これは、以前からある指標ではなくて、この最近の改定で加わった数値ですけれども、それが入院率でだけを見てですね、この どういう状況かという判断ができるものではなくて、全体として見ていくものだと思っております。いずれにせよ、この一般医療への影響等を最小限にしていくような対応に全力を挙げてまいりたいと思っております。明日からまた、土日でですね、お休みに入るということと、あと、これまでにも呼びかけはしていただいてるんですけれど、患者の方、感染者が増えれば、そういうコロナの関連で、医療体制っていうのが逼迫されて、ひいてはその一般の医療っていうのに影響が出るというようなことも、これまで何度かご発言していただいてるんですが、そのあたりの観点で改めて、県民への呼びかけ等ありますか。はい、もう何度も申し上げているところでありまして、ご理解いただいていらっしゃる方にはですね、もう十分分かっているよとおっしゃられるかもしれませんけども、なかなかこういった点がうまく伝わらない、そもそもニュースがですね、目にされてない、いわゆる私なんかが認識している報道ニュースというものについて、全く見てないわけではないけども、そのアプローチといいますか、見ているのが、スマホで見れる、そういうニュースであるということで、今回シンボルタワーのライトアップということを先ほどご紹介しましたけども、やはり なぜあんなことになってるんだというようなですね、ことをぜひ、そういう意味で耳目を集めて、若い方にもご理解、あるいはこれは若い方に限らずですね、この状況、特に今お盆休みの、月曜日あたりまで、もちろんその間もお仕事の方いらっしゃると思いますけれども、お休みになる方はですね、繰り返しになりますけども、要は静かに、お盆休みをご自宅で、過ごして、いただきたいと、このように思っております。ありがとうございます。他にご質問ございませんか。どうぞ。HK の鈴木と申します。
病床の、確保の数をちょっと上げていきたいっていうお話の中で、今年に入ってから国の方からこうピーク時の試算でその病床確保計画っていうのを作り直すようにこう各都道府県に指示が出て、で香川県もそれに伴ってこの234床っていう形まで上げてこられたんだと思うんですが、さらにここでそのまあ一般の医療とのこう影響もバランスも見ながらこう 増設というか増やすことをこうお願いをするというのは、そのピークの試算以上にやはりこう変異株の感染力ですとか思った以上 の, こうあの病床の必要性というのが高まってきたということになるんでしょうか。まあ、現在234床あってですね、国への報告5月末に行っておりますけれども、それに加えて、感染症急増時の緊急的な患者対応として確保を予定している病床というものがありまして、これについて36床を予定しております。合わせると270ということで、この270という数え方をいたしますと、いわゆる最大の新規感染者数の想定が本県の場合、これ1日のですけれども156人ということであって、そこから最大療養者数が1140名と、これに対して266人の入院という想定をしておりまして、それに対して今申し上げたような270床という、まあ、備えといいますか最大のベッド数も、まあ、緊急時には対応するという想定になっております。そういうことではありますけれども、まあ、宿泊療養施設の方がですね、この場合には400床程度いるのではないかということで、そこはまだそこまでの対応に至ってないと、その辺も含めてですね、バランスもまた各病院等の状況、あるいは各地域ごとのですね、そういう宿泊療養の、まあ、現在高松に2つということでありますけれども、地域のバランスなども考えながら、この病床あるいは宿泊療養施設の確保に努めていきたいと思っています。わかりました。と先ほど話に出ていた自宅療養についてなんですが、原則として、入院宿泊療養というその方針は変えずとも、3番目のこう選択肢として可能な方にはお願いすることになるということなんですけれど、以前も会見で伺いましたが、まだそういった形でのお願いっていうのは積極的にはされていないという状況なんでしょうか。まあ、そのどちらからかというか、子どもの関係があってですね、もうぜひ自宅療養にしてほしいという場合が往々にして、ございます。現時点でですね、保健所から聞いております、自宅療養、いずれにせよ自宅療養という扱いになっている方は、この調整中等の中の16名だと聞いて、おります。まあ、それがご指摘のどちらの方なのか、この保健所から要請したものがという形になっているものがですね、どれだけあるのか、ちょっと今手元では数字がございません。すみません、確認なんですが、その自ら家庭の事情だったりとか、こうアレルギーとかで宿泊療養ができずに自宅療養でっていうふうに希望された方以外に、その保健所の方から、まあ、軽症無症状で急変の恐れがないので自宅療養も選択肢としてご提案された方がその16人の中にはいらっしゃる。いやいや、16人は自己都合も含めてで、その内訳はちょっと今手元では分かりません。逆にこう今宿泊療養でこう待機されている方っていうのがいらっしゃるというふうに知事もおっしゃっていましたが、その方々がもう現状いらっしゃる中で、今この感染者が60人台が3日間続いていると、で明日以降また何人出るかは分からないとは思うんですけれど、待機が出ている時点でもうその選択肢として自宅療養を提案していく、そこで宿泊療養と入院される方、受け入れ側のこう負担としても最終的にはこう軽減していくっていう考えとして、その自宅療養を積極的に運用されるっていうのはないんでしょうか。
まあ、今の時点ではその積極的にというふうな切り替えまでは現状そこまでの判断をしておりません。従来の方法で、まあ、考え方で対応していきたいと思っていますが、まあ、どうしてもこのそこで宿泊療養、今のご指摘だと、まあ、宿泊療養が、まあ、むしろこう自宅療養でない場合の話というか、まあ、その宿泊療養があまりもう使わないでと、自宅療養がメインだということになってしまうのではないかと、それはやはり現時点でそこまではまだ何て言うんでしょうか、国の考え方も大都市の考え方だというようなご説明でもありますので、本件におきましては先ほど来申し上げているような考え方で臨んでいきたいと思っています。待機されている方がいるのにもなお、そこでその選択肢として自宅療養っていうのが今のところ特別な事情を除いてないっていうのはどういうそのロジックになるんですか。待機している人も結局今自宅にいるわけですね。そこは区分といいますか、その状況でパルスオキシメーターの貸し出しなんかをしておりますけれども、要は自宅療養の方がいいという場合でなければですね、まあ、宿泊療養なり、あるいは本当に入院が必要な方は当然入院ということで、そちらから順番が始まるんじゃないかと思っているということであります。その待機している方々が実質自宅にいらっしゃるっていうのは、実質その自宅療養っていう枠組みにはならないんでしょうか。それは調整中、まさに調整中ということでですね、日々変わってまいりますので、自宅療養でお願いしますという双方からの話で、まあ、なんて言うんでしょうか、もうずっと警戒するまでですね、自宅にいらっしゃってくださいというのと、そうではなくて調整中ですので、宿泊療養の方へ、行っていただきたいと、そちらの方が現状としてはですね、適正ではない、適当ではないかと思っております。その今後こちらが県や市からその自宅療養をお願いすることになる可能性もあるっていうのは、そのどのタイミング、どういう状況になったらっていうのをこう国に考えていらっしゃるんでしょうか。それはもう現在調整中の人数がですね、逆に先ほど申し上げたような定員なりですね、あるいは隊員によって、どれだけ、解消されていくか、逆に新規発生者がどれだけ高水準で続いていくか、まあ、それによりけりで、なんか線を引いてですね、ここから先はもう原則自宅療養というようなことにはならないんじゃないかと思っております。今その現状としては、まあ、自宅で待機されている方もいらっしゃいますけれど、その入院とまた宿泊療養施設で、あとその自宅を待機されている方々も含めて、その必要な医療だったり療養、健康観察も含めて十分にできているというご認識ですか。まあ、国交のケースを全部私が承知しているわけではありませんけれども、その対応を各保健所においてですね、またこちらの県庁の担当部署とも連携して適切に対応している対応に努めているところです。わかりました、ありがとうございます。他にご質問ございませんか。どうぞ。毎日新聞の片見です。まん延防止等重点措置の要請の検討状況についてはいかがですか。まん延防止重点措置のお話ですけれども、まあ、現在非常に厳しい状況、全国でも感染が急拡大しておるわけであります。で、本県の各指標がいわゆるステージ3やステージ4の基準を超えておりいますので、県としては
今後の感染状況、医療状況とも見極めながら、このまん防の重点措置の要請を視野に入れて、国と相談しておりますけれども、まあ、その適用が必要ということで国が認める場合、即応できるように、県としても検討を進めていかなければならないと考えております。いずれにせよ必要な対策に遅れが生じないように迅速かつ適切に対処してまいりたいと考えています。人口10万人あたりの感染者数だったりとか、先ほどおっしゃられたように、病床の使用率もステージ4を超えてきて、まあ、かなり県としてもこう感染状況が悪化している状況だと思うんですけども、まあ、その中でこうまだ要請されない理由といいますか、まあ、先ほどライトアップでこうメッセージをこう出していくということもおっしゃられましたが、その要請をするということも県民に対してその警戒感を強めるメッセージとして伝わるかと思うんですが、現時点でこう要請されない理由というか、まだ検討されているのはどこの数値だったり状況を見られて検討されている状況なんですかね。まあ、要請という表現を私も使っておりますけど、正確には前からこれも申し上げているように、この措置、法律に基づく重点措置というのは国において、まあ総理本部長がですね、必要と認める場合にその対象となる区域期間を公示するというものであって、まあ国の適用の方針がどうなっているのか、そういったことも確認する必要がありますし、ちょっとメッセージという、メッセージ性というおっしゃったことも理解できるんですけれども、この措置は法律に基づき閣議決定される非常に重い措置でありまして、その人口あたりの数字等をこの並べてみたときに、今その中で、本県よりも多い重いところで、そうした措置に至ってないところもありますし、そうした点、この前回、私から大臣に要請しましたけれども、まあ、大臣が当時は国会でですね、まだ効果、県として講じている対策の効果を見極めたいというようなご答弁だったと思いますけれども、まあ、そうしたようなことになるのかどうか、我々としてもいろんな検討をしているところであります。前回要請して、結果的に適用されなかったときに、だからといって県内が大丈夫なわけじゃないと、そのミスリードにならないようにということもおっしゃってましたけど、なので今回その確実に適用される水準といいますか、他県の状況を見ながらそれを待たれているという、そういう状況なんですか。まさに国と毎日の状況については、情報交換といいますか、こちらから提供しておりますし、その何か一定の水準があるのかという点については我々としてはそこまでお聞きしていないと。現状ではですね、国は全体としてのやはり動向を総合的に判断していくというお考えではないかと思いますけれども、今おっしゃったようなここになればというようなものは現在の適用状況から見てもですね、必ずしもそういうものがあるわけではない、地域のこうつながりみたいなところも、あるいは専門家がご覧になっていく必要があるのかもしれませんけれども、我々としては日々この状況を踏まえてですね、この適用ということについて、そうなればこの前も申し上げましたけれども、今の時短というものはですね、これは県独自の時短ですので、そうではなくて、酒類の提供をしないという、国の定める措置に切り替わっていって、独自の認証制度による選択制というものも適用されなくなるわけで
ありますけれども、そうした点もあるということも含めて、まあ、メッセージ性というものをどこまで重視するかということではないかと思います。ありがとうございます。他にご質問ございませんか。どうぞ。藤岡です。知事に一点伺いたいのが、実質的に今入院等調整中で自宅待機されている方がまあ増えている中で、そのパルスオキシメーターの貸し出しとか保健所による聞き取りというような対策を適切に講じていくというお話でしたけれども、これのキャパシティって、例えばパルスオキシメーターやったら何台ぐらいが貸し出しでできるとか、そういう具体的なキャパシティってあるんですかね。ちょっと全部で何台かというところは今手元に数字ございませんので、必要な台数は確保していると聞いておりますが、具体の数字について必要この方は担当課の方にお聞きいただければと思います。わかりました。じゃあ具体的にどの程度 の, その入院等調整中の人のキャパシティまでは想定しているっていうのはあったりするんでしょうか。調整中というのはまさに経過的なところであってですね、自宅療養を最終的にどう見るかというお話ともちょっとそれは違うのではないかと思いますけども、まあ宿泊療養を400程度確保できたとしてですね、現在すでに病床も、まあ、先ほど申し上げた36床緊急事態用に確保している、こうしたことを含めていけば、本当にこの最大療養者数1100というような仮定の計算になっていけば、まあ、約半分近くの方がですね、その時点では自宅療養という形になることも想定されます。その程度分ぐらいは想定はしているっていうことに、はい、その人数分ぐらいは想定はしているという認識でいいんですかね。パルスオキシメーターの数がですか。数とか、まあ、そういう健康観察もまあできる、定期的にできるとか、そういうところを含めて、まあ、現実のオペレーションとしてどうなのかというところは、これは本当にマキシマムといいますかですね、当時の最大の倍 の, の, あの実際に生じた患者さんの倍、1日あたり最大のさらに倍、その2倍という前提で弾いている数字だったと思います。そこで人員まで含めてですね、全てその体制が整っているのかというと、まあ、宿泊療養施設もそうですけども、まだ整っていないところもありますので、まあ、そうした点については必要に応じてですね、この想定を踏まえて対応していかなければいけないと思っております。もう一点、以前も質問出たかと思うんですけれども、モンスターバッシュというイベントについて、まあ、日々このなんていうんですかね、状況が毎日続いている中で、状況がちょっと日々、ね、感染が収まらない状況が続いている中で、またその主催者側に自粛を呼びかけるなどの対応の変更とかは考えていらっしゃいますでしょうか。個々のイベントについて、まあ名前を挙げてのこのコメントというのはできる限り控えたいと思いますけれども、この点については従来から申し上げているようにですね、必要な感染防止策、これについて国が定めるこの対応、野外の場合のですね、対応、あるいはガイド、各業種ごとのガイドライン、そうしたものをすべて、きちんと満たすように、またこのイベントという等につきましてはですね、先日の
対策本部会議でも決定いたしましたけれども、この県の対策として、8月12日改正が直近でありますけど、その前の段階で、いわゆる事前相談の対象となる催し物イベント等のうち、国の緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の対象区域から多くの参加者が見込まれるものにつきましては、国の基本的対処方針を踏まえ、感染拡大を防止する観点から対象区域からの移動イベント参加等を極力控えることについて適切に対応するよう主催者に協力要請することとしており、すでに当該イベントの主催者がホームページ上でこの方針に沿って対応する旨表示していると聞いております。もし香川県で今後まん延防止等重点措置が出た場合は、県としてもそういうふうに呼びかけるとかはあるんでしょうか。これは、今申し上げたのは対処方針上は県外との往来ということでありまして、県民の皆様にはもとより先ほど来申し上げておりますように、県内外を問わずですね、この不要不急の移動等は自粛をお願いしたいと思っております。ありがとうございます。他にご質問ございませんか。よろしいでしょうか。それでは以上で記者会見を終了いたします。ありがとうございました。お疲れ様です。